チャット GPT にドジャース大谷翔平の来季の成績を聞いてみた。大谷翔平のメジャー成績はまだ短期間であり、2024年の成績を正確に予測するのは難しいですが、以下は予想です。こちら大谷選手の成績、やはり化け物となっております。獲得するであろう個人タイトルについては、以下のような予想です。とりあえず買い解け的な成績やな。トミー・ジョン手術2回目っていうサンプルないから AI に予想は無理。3倍打点2期もにっこり。2年連続&両リーグホームラン王の称号だけ頼んまい。ベッツがセカンド行くんちゃうんか？この成績で OPS1.000 なんてあるか？もっと行くやろ。大谷が支給拒否してタンダを量産すれば出塁率も長打率も下がってワンチャンある。ほんまにこうなったらエドガー・マルティネス超えるやんくさ。史上最強 DH 名乗れる。セカンド守るんか？内野も守れるとか最強やんけ。一応投手もどのくらいか聞いてみてくれ。セカンド起用とか超人にも程があるな。セカンドは2番打者って情報間違ってビロってんな。チャット GPT、二刀流、二塁手のことかな。ご視聴ありがとうございました。